こちら青い、三連単からいただきました、全力、矢野目さんこんばんは。三連星か矢野目さんこんばんは。インターネットのマイナムウーマンが歴代モーニング娘。好きな、メンバーはというアンケート結果を発表しました、うん、女性が選んだベスト5は5位石川梨花、うん、4位辻希美、うん、3位、後藤真希、うん、2位吉澤ひとみ、1位阿部なつみ、男性が選んだ、ベスト5は5位高橋愛、4位吉澤ひとみ、3位後藤真希、2位阿部なつみ、そして1位は中澤裕子ではなく、石川梨花でした。ありがとうございます。梨花ちゃんを選んだ理由としては、一番美少女だった、ぶりっ子で許されるのは梨花ちゃんだけ、正統派の美人顔が好きといったものでした、うん、梨花ちゃん歴代1位に選ばれた感想を聞かせてください、はい、あ、いや嬉しいですけど阿部さんかと思いました。女の子が見るのと男の子が見るの違う、全然違いますから ね、まあ、そこにも男でもアイドルとして憧れて見てる人と、俺らみたいにスケベーに見てる人と、いろんなタイプに分かれるからね、うん、俺は最初の頃やっぱりもうターゲットは中澤だけでしたからね。俺なんか俺1位は中澤ですよ、年齢的なもんですか、年齢でなんかいやらしい、だけ飲んちゃうかとか待ってたのに、注意して、いや、もうやめてください、マンションの前やけど注意して、してません、注意して、これはやっぱりこのね、男に選んで、まあ、女に選んでもらうの嬉しいとかいう人もいるけどね、うん、女性そうですね、同性に愛されたいとかいうのありますけども、うん、このもう何見るその強敵抑えて1位、嬉しいですね、うんうん、今でもそう思ってもらってるってことです。そう、今のこれアンケートやからな、歴代や、歴代やから歴代。歴代って何言ってるの、延べ人数。何？すごいよね。30もっとおるやろ。もっといます。40、50ぐらいいくか。かもしれない。もう途中で数えるのやめました。ああ50。一時期25人でなんとかっていうのはよく言ってたんですけど、ね、今多分もうちょっといますよね。30はいますかね。うん、30よりはもうすぐ辞めた人もいるやろ、はい、そう考えたらすごいですね、考えたらね、ありがとうございます、すごいなこれ、あ、やっぱナッチョやっぱすごいんだ、うん、あ、ごまきも安定してるんだ、どっちも3位3位っていうのは、うん、吉澤もすごいね、そう考えてみると、こういうのにね、羨ましい、こうして羨ましいです、はい、アップアップガールズは誰が一番こう男性には人気あるの、はい、男性、うん、なんかみんな同じぐらいですね、やっぱこうどんぐりの背比べメンツなので、ああああそうですね、同じぐらいだと思われます、あ、でも人気投票とかやるんでしょ、はい、やんないんですよそれが、なんでよ、あの怖いです怖いです、はい、でもあの逆席にうちは色を見たら分かるとか言うやんかよく、あの7色あのメンバーから分かれてて、あ、まあ、大体分かるんですけど、うん、こうファンの方もこう変わるやつを持ってるんです、7色誰にでもなのでこうこの子が喋ったらじゃあ青にするとか、この子喋ったら赤にするってこうやってくれるんですごいな、はい、ふわふわ、ありがたいな、ありがたいんですよ、7色変わるやつ持ってる、変わるんですよ、なのでその度に会場が変わる色が、はあ、ありがたいね、それで頑張ってるファンをずっと、頑張ってるファンってね、はい、ずっと追いかけてくれてるわけの君を、そうなんです、君らをな、はい、お前なんなのカラーは、赤です、あ、赤なの、そうなんだ、そうなんです、センターカラーじゃん、ね、センター、センター、赤はセンターカラーなの、センターの、あの争奪戦でメンバーから決めたので、うん、はい、じゃんけんポン大会で、はい、それどこパクってるの、AKB パクってるの、いやいや違います違いますよ、いや、もうじゃんけんで平等に決めて、私一番赤が好きだったので、うん、取れたんですよ、はー、あー、そうか、これは、あ、センターカラーっていうのか、赤は、赤は阿部さん、うん、あのミキティ、うん、高橋が赤、クスミが赤です、で石川、私ピンクです、ピンクなのか、ラコさんは、はい、紫です、紫は田中玲奈に移りましたけど、うん、なんか同じような匂いをする、ケイちゃんが緑、うん、ケイちゃん緑、カッパ色私緑嫌だ、ね、でもなんかケイちゃんったらもう緑のイメージしかないから、緑の衣装があると、あ、ケイちゃんこれはいはいっつって
え、また緑なのってあれマネージャーが決めんの、そのモームスの場合はなんかつんくさんとか、あ、つんくが、あ、つんくさん、つんくさんだと思います、決めんのか、はい、一番赤ピンク、うん、え、まあ似合うというのもあるやろけどな、この子はこの色が似合うだろうって、うん、赤ってやっぱこう目立つじゃないですか、赤ってやっぱピンクがセンター、ヒーローみたいな、あー、そうかそうか、その子で言う、あー、青とかあるんだ、そう、うん、青も、ね、青もそう、あ、なるほどなるほど、あれはごまきはごっちゃんは、でもごっちゃんも赤とかピンクが、赤とか、あ、ピンクと、あ、セットか、その赤をいただいてるから、はい、そうなんです、ね、あの一応最年長なので、うん、先頭切って頑張っております。どう、下は何歳なの、下16歳です、16歳でアップアップガールに入れられて、そんなかわいそうに、そうなんです、その子でもあの同じあの7年選手なんです、研修生7年で16年、あの本当にちっちゃい頃小学校1年生とかから入ってた子がいて、新井真奈美っていうあの青の子なんですけど、本当あのなのでみんな同期というか7年選手、研修生、そんなちっちゃいうちからなんかそんな経験って、そうですね、16歳ってこれからやのに、お前もうやめてよって言われたら、そうなんですよ、そっから一緒に、そっから頑張ろうとしてる16歳もすごいな、すごい、やる気十分やな、十分です、楽屋ガチャついてるやろ、ガチャガチャですね、そんなやつばっかりやから、はい、行かなあかんねん、行くでわーわーとか言ってるからやなうわー引くわーいうやつ、楽屋なんか暑苦しいとかうるさいとか、あーすごい言われますね、はい、ガツガツ系になるもんな絶対、なんか女の子らしさがないと言われますね、あ、はい、男集団かって言われたりとか、そうか、あとアスリート集団みたいな、私たちは雑草やから行かなあかんねんっていうことやから、そうなんですよ、もうガツガツっていう攻め攻めな感じで、はい、行くね、うちらいう、はい、大阪っぽいグループなんだ、行かなあかんやろとか、いて前出せんやねんな、そう、もうガツガツっていう、すごいな、はい、うん。